はい、皆さんこんにちは、今日は授業で使えるタイマー作成講座ということで、やっていきたいと思います。まず最初に下準備として、キーノート、プレゼンテーションソフトであれば何でもいいんですけれども、こちらの方で素材の方を作っていきたいと思います。まずはこれ台紙を作っておきます。で、この作業別にiMovie でいきなりできんことはないんですけど、この後のいろいろ応用を利かしていくことを考えると、最初に、キーノートでこうやって作ってもらうことに慣れていただければなと思いますし、基本的に iMovie よりもキーノートの方がいろんな文字の種類とかも使えるのでいいと思います。で、作ったスライドをすべて画像として書き出しをしていきます。これ JPEG で結構です。保存場所はどこでもいいです。で、こちらから、iMovie での編集作業になっていきます。まず、新規作成から、テーマなしを選んでいただいて、名前をつけて、プロジェクトを作ります。で、先ほど作っていただいたキーノートから JPEG に変換した画像を選択していただいて iMovie の方へドラッグしていただくということになります。で、画像を iMovie に貼り付けると、最初鍵盤図という設定になってます。写真の場合はランダムにこう写真が動きながら変化していくのでいいんですけれども、タイマーとしてはちょっと使いにくいものですから、すべて、全画面表示のフィットに直していきます。ではここから BGM をつける作業に入っていきます。といっても切り替えでオーディオを選んでいただいて、iMovie の中にはもうすでにいろんな BGM、ジングルが入っておりますので、適当な時間、今回ですと1分程度の、タイマーですから、1分よりちょっと長めのものを選んでいただければいいです。曲調についても、ミニとモノログであれば少しアップテンポなものがいいかなと思いますので、そのようなものを2で選んでいただくか、あとは私みたいにロンチパッドで曲を作ってもいいですし、その辺は各自で楽しんでいただければなと思います。あとはこのように時間調整をしていただいて、全体とバランスを見ながら時間調整をしていただければいいかと思います。しまったですね。これスタートの後にいきなり45秒を振るので、これではちょっとタイマーとしてはまずいですので、60秒から45秒までの間の時間を急遽作っている形です。iMovie ですとこういう編集ミスも簡単にフォローできますので、気軽に使い始めていただければと思います。ただこれ Mac しか iMovie は使えませんので、Mac 以外の人、Windows の人については、ムービーメーカーの方で同じようにできると思います。基本的にはどんなソフトでもほぼやっていることは一緒ですので、Windows の方もほぼ画面のレイアウトが若干違うだけ機能は一緒ですので、ぜひチャレンジしていただければなと思います。はい、と大雑把にこうやって時間調整をしていただいて、はい、ほぼほぼこれで簡単なタイマーの作成としては終わりになります。そうですね。で、一番最後、若干帳尻合わせが必要になってくると思うんですね。ですので、今ここ最後時間が余ったところについては背景の黒を挿入していただいて、最後黒い画面で BGM が
フェードアウトしていくような形にすれば、まあ、かっこいいかなと思います。で今日はちょっと、小技というか、あんまり凝ったことやってないんですけど、凝ったように見せられる方法がありますので、ちょっとそれを紹介したいと思います。先ほどあの解除したケンバーンズなんですけども、このように、最初の画面なんかこう静止画なんですけども、ケンバーンズを使うと、静止画がちょっとこう動きがある画面になるので、これ使ってみるといいかなと思います。ただあのトランジションですね、画面と画面の切り替えなんかも、これ全くなんていうんですかね、黒のフラットな画面でも、少しこう動きが出ますので、多分まあ視覚的に、変化があっていいかなと思います。で最後なんですけども、いろいろ再考したらですね、最後このファイルの書き出しを使って、MP3 ファイルにしてもらわないと使えませんので、ここで書き出しをやっておきます。でそうすることによって、ファイルとして使うことができます。ということで今日は簡単な応用編ということでやってみました。ありがとうございました。次回はもうちょっと応用編をやりたいなと思っております。